元キンプリヘイヤー神宮寺由うた滝沢、秀明の会社と米べえ、戸部合流報告、三宅、県も祝福祝福。元キングプリンスへのヘイヤーさん、26、と神宮寺ゆうたさん、25、が滝沢秀明さんの会社、戸部に合流しました。このニュースは、彼らのファンにとっては大きな驚きと喜びの連続です。 平野紫耀さんとジングージ・ユタさんは、キングプリンスへのメンバーとして活躍し、数々のヒット曲や人気ドラマに出演してきました。その才能と魅力で多くの人々を魅了し、インスタグラムのフォロワー数も430万を超えるなど、国内外で幅広い支持を集めています。この合流により、彼らは飛べという新たな舞台で活動することとなります。 トベは滝沢秀明さんが設立した会社であり、アーティストマネジメントやエンターテインメント事業を展開しています。滝沢秀明さんは、自身の経験と実績を活かし、若手アーティストの育成や新しいエンターテインメントの創造に情熱を注いでいます。平野志耀さんと神宮寺祐太さんの加入により、 彼らは滝沢秀明さんのもとで新たなチャレンジを始めることができます。このニュースはファンだけでなく芸能界全体にも大きな注目を浴びています。平野志耀さんと神宮寺勇太さんは若くして数々の実績を積み重ね、その才能と個性で多くの人々を魅了してきました。 彼らのキャリアの中でも特筆すべきは、音楽だけでなく演技においても高い評価を受けていることです。ドラマや映画での演技においても、その才能を発揮し、幅広い役柄をこなしてきました。彼らの合流により、戸部はさらなる飛躍を遂げる可能性があります。平野耀さんと神宮寺雄太さんの世界進出への意欲が明らかにされたことも、その期待を高めています。 インターネットの普及により、音楽やエンターテインメントは国境を越えて世界中に広がることが容易になりました。彼らの才能と魅力が世界中の人々に届けられることで、日本のエンターテインメント業界の魅力がより一層高まるでしょう。平野志耀さんと神宮寺ゆうたさんは、ファンとの交流にも積極的です。 生配信やイベントなどを通じてファンとの絆を深め、コンサート以外でも会える機会を増やすことを考えています。これにより、ファンとの距離感がより近くなり、より一層の支持を受けることが期待されます。また、配信の終盤では、金プリ時代のメンバーカラーの花束を送った三宅健さんの登場もありました。 彼らの新たなスタートを祝福する言葉とともに、ファンの期待と応援の気持ちが伝えられました。このニュースは SNS 上でも大きな反響を呼んでいます。平野紫陽さんと神宮寺祐太さんの合流についての情報は、わずか数日でインスタグラムのフォロワー数が430万を超えるほどの注目を浴びました。多くのファンが彼らの新たなスタートを心待ちにしており、 彼らの活動に対する期待と応援の声が広がっています。平野志耀さんと神宮寺祐太さんの新たな挑戦は彼ら自身だけでなく日本のエンターテインメント業界全体にとっても大きな意味を持ちます。彼らの才能と魅力が世界中に広まることで日本のエンターテインメントの魅力がより一層高まるでしょう。 ファンと共に彼らの新たな道のりを見守り、応援していきたいと思います。